昔からこう言われますね、えー、運命であるとかね定めであるとかなんかその演歌なんかに用いられるのは運命というよりもどちらかというと定め女の定めとかね <laughs> 何々の定めとかっていうまあその定め運命と書いては定めと呼んだりもするわけなんですが皆さんどうですかねその運命っていうものを信じてますかねっていうのは 自分自身が今現在歩いてるこの道、進んでるこの道。これはある程度のその運命づけられたものの上を歩いてると思いますかそれとも、いやいや、運命なんかねえんだよ、あんなもの人生なんたら自分で切り開くもんだ。なんていう江みたいなことを考えてますかうん。どちらも正解だと思うんですよね。っていうのは、えー、結局のところは、 まあ自分自身が、えー、起こした立ち振る舞い、言動、立ち振る舞いによってその先々っていうのは決まってくるわけで、その現在の自分っていうのは過去の自分が作ったものなわけですよね。それと未来の自分っていうのは今の自分が作っていくという,うことなわけですよ。でも何かそこには、えー、明確なですね、例えば、 え在来線または新幹線であるとかっていう感じのああいう明確な線路がカチンとあるわけじゃなくて人も歩けちゃえば車も歩けちゃうよねというまるで路面電車のようなねそこにはその線路があってでその上をこうゆるゆると行ってるんじゃないかなっていうまあそんな気はします。その ところどころでですね。まあ、例えば路面電車なんか見ていただくとわかると思うんですが。まあ、今はまだその路面電車がある町ありますね。いくつもね。で、俺が、まあ、もともと、えー、育った町札幌にもあります。で、もともとね、余談ですけど、札幌にあった路面電車ってね、こうあの、こう U の字で動いてたんです。街中を、こう。ね。それがね、 近年になって初めて感情になったんですよ、これ。つながったんです <laughs> ここが。え何十年越しって話だね。うん。それでね、まあ、それにあってうー、路面電車っていうのは、例えば、えー、ね、場合によっては車と一緒にその信号止まったりとか、で、路面電車専用の、こう、矢印信号っていうのがあってね、それによって、こう,う、交通がきちっとこう、 えー、潤宅に回るようになってるわけなんだけどもすごくそれを見てて人人間のこう人生に似ててるなって思うわけですよ、ね、そんなにその速度は60キロも80キロもで走るわけじゃないもんだから常に何かあってもパッとこう止まれるぐらいのね速度ではこう走るわけです昔は「チンチン電車」って言いましたねはい。 えー、まあ東京都内なんか走ってた今箕輪橋であるとかえー早稲田から箕輪橋えうんっていうまあそんなあの電車が走ってますけどあれねなんかちょっとこう危ないことがあってああちょっと車が近いなとかあ歩行者前行ったなとかっていうと運転手がねこう紐を引いたんですねするとチン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 ってなったんですよ本当に本当に金がついててでチンチン電車って言うんですね で、まあ、あれなんかは本当にこう、まあ、場合によっては車と衝突しちゃったりなんていうこともあるんだけど、まあ、そういうことも一つ含めてもね普通のその在来線にはないような、えー、なんかこうアクシデントがあったりというのもなんか人生だなって人間の人生にすごく似てるところがあるなとこう思うわけなんですね。うん、もうね本当にあのー 俺が小学校の、まあ高学年の頃、5年生、6年生ぐらいの頃だったかな。何回かあの、俺の話にも出てくるうちのばあちゃんがいます。このばあちゃんというのは、ちょっとこう、何か気が向くとそういう話をこう、語って聞かせてくれる人なんだけども。まっちゃんある日ねまっちゃんあんた、人間に運命ってのはあると思うかいって聞いてたんです。 だから運命運命なあどうなんだろうねあるのかなないのかなってこう言ったら「うんばあちゃんはね運命っていうのはある程度の、うん、その下地的なものはねあると思うんだわ」こう言うんですね。「なんで?」ってばあちゃんなんかそんなふうに思う話があるのってこう言ったら。 私のねふるまあまだ若い頃の話なんだけども私の友達にねなんかこういつも元気だったんだけどもある頃からかふっとこう元気のないなくなってしまった人がいて「どうしたのあなた何してそんな元気ないの?」とこう聞いたらそしたら「うんなんか最近夢見悪いんだわ」 夢見え夢見ってのはどういうふうに、ん、なんかね私自身のその葬式の夢を見たりとかこれね今の時代でいうとこの夢占いでいうと自分の死んだ夢っていい夢なんですよね。うん、それは今現在の,その自分の殻を脱ぎ捨てて新たな人生を歩き始めるみたいなそういったその夢判断をう下されるパターンが多いんですけども。 でもそんなことがね当たり前にこう通用する時代ではなかったのでやっぱりその自分自身が死ぬ夢っていうのは怖いですよこれはそれでその人がそう言ったとであ「いやそうなんだでもそんな気にすることない夢は夢でしょ」ってこう言ったら「うん、そうなんだけどねその夢があまりにも現実的すぎるんだわ」うん、いやー なんかその自分の親であるとか兄弟なんかがね自分のその棺にすがって泣いてる姿であるとかそれをね俺ねそのばあちゃんの話聞いてねぎょっとしたのはねよくほらあの自分の葬式の夢を見るっていうこのパターンってあの一歩離れたところからこう客観的にこの葬式を見てるであるとかちょっとこう高いところねよく言われる部屋の隅の方から こうこう自分の,の組織の現場を見下ろしてるみたいなそんなパターンが多いんだけどもそうじゃなくてえと思ったのがね自分が棺の中に入ってるんだってその目線がだから自分の,そのえ周りにいる人たちが自分がひつぎに入ってるもんだからひつぎのところへ来て泣くわけだよ。これをこ,うこの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 目線で見てるこれはリアルだよね。 だからえー、そうなんだ、まあ、あんまり気持ちよくはないよねってあんまり気にするんじゃないよ」とか言ってたんだってそれである日この彼女が、えー、そのうちのばあちゃんにね「ねえねちょっとちょっとしずちゃんしずちゃん,ちゃん私ねちょっとある人のことを知ったのってら」とか何知ったのって言ったらここのね町の外れの,外れのところにすごい汚いあの掘ったて小屋があるでしょう。 でそれを聞いたときばあちゃんはああと思ったんだってっていうのはその掘ったて小屋にははっきりのばあさんが一人住んでてはっきってな占いするばあさんが一人住んでてそれで割とその評判だったとところが、えー、なんかこう うん「いやあんなもの当たらねえよ」とか「いや当たるんだよバカ野郎本当に当たるんだよ」「いや当たらねえよお前俺なんかとんでもないこと言われちゃったよ」とかいう人たちのいろんなその噂があるもんだからばあちゃんはまあそれはそれいいじゃないかと思ってたわけだよねでその人のことをどうも言ってるようだとそれでね私ちょっと見てもらおうかと思って,ってあねえしーちゃん付き合ってって言うんだってだからああ付き合うのは構わないけどもまたそんなものでなんか 結果が出たら出たらもってまた気持ちが沈んだりなんだりするんじゃないのっていやもういいのいいの私もう,うその人のことはねいろいろ噂聞いてね知ってるいい噂も悪い噂もあるの知ってるだけどもやっぱりなんかその大事なところはちゃんとこう抑えてる気がするんだよねっていうのでじゃあ行こうかって言って行ったんだってそしたらそのおばあちゃんがその人の顔を見るなりあら あらあんたなんだか暗いものを背負ってるねど,ど,うどうしたんだよそらって言われたんで「え黒いものって何ですか?」って「うん思想が出てるよ」って言わてね,ねでそれを聞いたとその彼女ってのはドーンってなっちゃったわけだよ、ね、だけどとにかくあんたのね思想は病気なのなんだの何だのではないよ 交通事故だよって。ねその車にはねられるという、その、または引かれるであるとか、とにかくその車の交通の絡んだ事故だと。なので、その気をつけなさい。ねなんともちょっと私はその運命をなんとかしてやることはできないけども。だけどもあの、気をつけなさいよ、本当に。その交通事故だからね。ねだから、う,うまあうちのばあちゃんにすれば、 そしたら、あれでしょ車が通ってるとこ行かなかったらいいんじゃないのって。こう言ったんで、そうだよね。そうだよね。私もそう思ったんだ。車が行き来するところを通らなきゃいいんだよね。そうだそうだ。そうだわ。私もそう思うわ。って、こう言ってた。まあ今みたいに車の、ね、その交通量がもう盛んな時代ではないからね。んで、その人がそれからどうしたかっていうと、 学校にも出てこないその女学校にも出てこないで家にこもりっきりになっちゃったそれで実はその八景見のばあさんのところに見に、うん、向かった時に先にその彼女ありがとうございましたって言ってまあ幾箱の,あのお礼を置いて幾箱のあのねえあ,ありがとうございました先にこう出てったそれとその後からついて出ようとするうちのばあちゃんはちょっと呼ぶんだ はいって言ったら「あんたあの子の友達なんだろうけどもおそらくまず間違いなくあの子の死はやってくると思う、うん」だからなるべくだったら離れてなさいあんたギ添行くよ。そう言われて「あそうか交通事故って言うんだからそういうことになるか」ってばあちゃん思ったの。 でも、だからって言って、突き合わしわゃうわけにはいかないわけでしょ。だから、うんまあ、とにかく、元気出しなよ。だから言ったのによ、ほら、そんなもん見てもらったらさ、そんなことになっちゃうよって、あん,あんなに言ったじゃないって言うんだけど、いいのいいの、しずちゃん、大丈夫、大丈夫。私はもう、心の中はね、なんかすごく落ち着いたというか、うん、諦めがついたというか、なんとも言えない気分だわ。うんまあ、とにかく 私はその車通りのあるところには出ていかないから家の中にいるから縛る学校も休むね休んだところがその何日か後にその彼女は亡くなったんですよなんでか家にトラックが突っ込んだんですよねそれでたまたま玄関付近にいた彼女がまともにこう引かれるというか巻き込まれるというかそういう形になってしまってで命を落としてしまったということが あるんだよって言うんです。じゃあばあちゃんそれって今まで通り普通に学校に通って普通に生活してたらトラックは突っ込んでこなかったのかなって。こう言いました俺。でしょその占いで見てもらったがために交通事故だなんて言われたがために 交通のあるところにはね、トラックの車の行き来するところにはいないで家にこもったわけでしょなのに結局車が突っ込んできて亡くなってしまう。だったら、そういうことなんじゃないの、ばあちゃん。こう言ったら。だから、それが運命なんだよって言われたんです。うん。 俺の,あのよくしていただいてるあるお坊さんがいるんですけどそのお坊さんもまあ,あの位の高い人なんですけどそのお坊さんもあの俺にはよくいろんな話を聞かせてくれるんだけどこう教えてくれるんですよね。かなかこの中で「かなか人にはねもしもあねねんだよ。わかるもしももしもあねねんだよ。 ああ、もしもあんとに道左曲がれねえで右曲がってりゃこんな目に遭わなかったかなとか、あんとにあいつに声さえかけなければこんな結婚生活はなかったかなとか、もしもはねえんだよ。うん。万が一時間を待ち戻してそこまで戻ったとしても、左の道は左に行くしかない。うん。この人に声をかける、その人に声をかけるしかないんだよ。 だから本当にこう運命ってのはきっとあるんだろうねそのお坊さんも俺にはそう言って聞かせてくれました。うん、俺何たってねやっぱりその一番その運命だの何だのっていうことを強烈にその感じるっていうのかな。 うん、すず昔話にもなってるし。まあそ,その階段怖い。昔話っていうのかな？そういったものにもなってるんですけどね。その東北の方に伝わる話ですけど、謡曲黒塚というねものに出てくるえー、和歌の一節があります。道のくの足立ヶ原の黒塚に鬼こもれるとえー、聞くは誠かというね。そういうあの一節があります。これあの要は？ えー、あれですね足立ヶ原のまあ簡単に話をするとそのあるとあるそのお姫様に仕えてた乳母、えー、がいましたところがこのお姫様がもう病気が長いこと治らないそれでやっぱりそこで出てくるのがハッケミなんですね八賢美なんです。でそのハッ の生き肝を触すが良いといとうそうすると立ちどころに姫の病は治るであろうなんていうもう本当にちょっとこっち来いよお前ぶなぐってやるからって言いたくなるようなそんなはっきりが出るわけですそれでそれを信じたその乳母がですねとにかく私はその姫の命を救いたい救いたいの一心で旅に出るんですね長いこと歩きましたその間 今の時代とは違うので姫様は元気にしておられるだろうかもしかして命を落とされておるのではないだろうかっていう心配に駆られながらも日本中を暗夜して歩きますそしてとうとう、えー、東北の地にたど、えー、り着くわけですもうその頃にはですねもう宿賃も何もない食べるもの何も,何もないなので岩がこうこうこう組み合わさったようなまあホラー穴のようなところを岩屋ですねそれを自分の住みかにして でそこでこう暮らすようになるわけです。ところが、それからというのも、その足立ヶ原で鬼婆ばが出るという噂が立つわけですね。そこ、なんかなかだから人が通らなくなってしまった。で、ある日のこと、こうお腹の大きい妊婦さんと、その旦那さんが、えー、もうその、お腹が痛いんです、痛いんです、すいません。 ちょっと休ませてくださいという夫婦がそこへこう訪ねてくるんですねで。でああ長い入んなさい休みなさいところがねそのばばにすれば閉めたっていうね本当にいやんという巡り出すだろうって自分から飛び込んでくるとはっていうそんな話なわけですよ。それでどう見てももうお産も近い。 でも、その、酸気づいてるわけではないようだと。でも、お腹が痛いんです。って言って、こう、苦しがってる。なので、そこで、その、ババアですね、旦那さんに、町まで行って医者呼んでこい。こう言って、旦那さんを一人で行かせるんです <laughs>。その間に、その、ババアですね、その、お腹の大きい嫁さんを手にかけるわけです。 もうむごい話ですよね本当にむごい話だと思いますようもう、ね、え妊婦の引き疑なんてなすげえ話いいじゃないですかだって大体が別に平らに考えたってすごい話ですよね。で、えー、いざその刃物を突き立ててですね 本当にその今から腹を割いてしまおうという時にもう息絶え絶えの中でその奥さんが口にするんですね。私は長いこと旅をしてきました私はずっと探している人がおりますここで死ぬわけにもいかんのですと。なんとその人はですね、えー、自分が育ててきたお姫様だったというね、うん、まあその。 ない,ろいろあるんですよもう実際にはもっと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 深い詳しい話があるんだけども結局その自分が助けようとして外に出た、えー、はずであるにもかかわらずですね自分がそのお姫様を手にかけてしまうでもそれは、えー、ねまあまるで本当にこうだからお互いの年格好もわからなくなるほどの年月が経ってたんでしょう。でその間にお姫様は 何らかの形で病気が治り、旦那さんをもらい、子供ができて、そして自分を助けるために外に出たら、そのウバを探すための旅に出たわけです。その途中、まあ、今と違いますからね、どん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 こうお腹が大きくなっていってしまってということなんでしょう、おそらくね。うん。で、その時にはもうそのウバの見る影もなくなって、て、本当にそのおにのようであったというね、そういうくだりもついてますけども。 もうこれなんか本当にその運命を感じてしまいまいすよね、うん、自分がその助けるために外に出たのにというそういうねその話を見てもやっぱり聞いても分かるんですけどうん運命などうですか皆さん自分の周りちょっと見回してみてくださいいや運命感じるは思うことないですか これはねめちゃくちゃありますよめちゃめちゃあります。本当にねこれが人のご縁なんだなとか、うん、これが本当に人が生きる生きるってこういうことなんだなっていう中で暮らしてるようなもんです。うん、皆さんにこうしてねその階段はいまだにその40年も経っていまだにその階段をね聞いていただけるっていう こともすごく嬉しいことでそこにも運命は感じるしあの時俺にその階段をお前やってみなよねえ商売になるかもしれないからやってみなよって言って人を集めてくれた、ね、えその先輩にも本当にその感謝だし本当にそのいろんな意味でのご縁絆縁にしっていうものをね感じます、うん、そんなお話でしたよ。<laughs>